はい、今回はダブル、キックペダルのダブルですね。はい。を、どういう感じで、僕がやってるか。まあ僕のテクニック的にはそんなに他の人とは変わらないと思うんですけど、まあエクササイズ、練習の仕方など、ちょっと紹介しながらやっていきたいと思います。はい。まずはこちらの動画を見てください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、このダブルの位置をずらしながらやっていく練習なんですけど、これをすることによって結構いろんなパターンに対応できるようになるかなと思います。はい。で、あとヒールアップだけじゃなくてヒールダウンの練習もするのが僕はいいかなと思います。そうすることによって、まあいろんなね、音量のダイナミックスであったりとか、まあ、いろんなシチュエーションに対応できる、まあその音作りであったりとかテクニックを身につけるために。はい、ちょっとこちらの動画を見てみてください。という感じでいかがでしょうか。まあ、この、まあ、すごいシンプルなエクササイズなんですけど、まあ、これをやるだけで結構いろんなコントロールが、できるようになるんじゃないかなと思います。はい。で、やっぱりそのヒールアップだけで、いつも練習しちゃうと、まあ、僕の場合はなんかすごい筋肉を使ったりとか、この足の勢いで、に頼りすぎて、ダブル、やっちゃったりとかするので、まあ、ヒールダウンも練習して、この細かい、実際にこのビーターが、そのキックの座面に触れる瞬間をこうどういうふうに動いてるのか、ペダルがどういうふうに動いてるのか、自分の筋肉をこうなんか確認しながら、なんだろう、動かすようなのと同じようなイメージで、ちょっとやってみると、まあ、だいぶ、いいんじゃないかなと思います。はい。ちなみにペダルのセッティングなんですけど、僕はポイントとして、ヒールダウンでも、まあ、そんなに力を、使わずに演奏できて、なおかつヒールアップでも演奏した時に、まあ、あんまり、軽すぎないぐらい、ヒールアップで演奏した時にあんまり軽すぎなくて、ヒールダウンで演奏した時にあんまり重すぎないぐらいの中間を、探すような感じにしてます。で、まあ角度的にはこれぐらいの角度で、でスプリングはまあ割と張り目にしてあります。はい。まあ、もし、参考になればいいですね。はい。質問などあればコメント欄の方からお願いします。